ビジネスで資本を現金する集荷道買い場買い取り買いプロの田中でございます。このアートコレクターズで、そうですね、買い取りの話につなげられればいいんですけど、あ、大森先生ね、この方はうちもちょっと扱ったことあります。まあ、直接お取引まだないんですけど、マーケットに出たやつを多少扱わせていただいたことありますね。それでですね、まあ、この中からピックアップと市場アートフェアということで、若い人の新作、あ、うちの作品ありますね、鈴木くんの、これね、お願いされたんで、鈴木博夫さんの作品をね、ここにちょっと載せてますね。はい、この作品ね、もうすごくこれね、こんなちっこく出したらね、全然何の良さも分かんないけど、いい作品なんですよ、これね。これインスタグラムからちょっとこうヒントを得て、ちょっとなんていうかな、パロッタというかね、いう作品です。まあ、この動画の前の動画で検索したら鈴木博夫の作品が出てくると思うんですけどね、基礎改装展の時に、出したものですね。それからこれもそうだな、これ、服部しおりの作品、それから村上ひとみさんの作品、この辺はね、うち出してますね。まあ、そんなことでですね、まあ、これね、どうなることかと思いますけども、まあ、これたまに、まあ、このコロナの、チャンスで、まあ、売れる売れないということもある、まあ、売れた方がいいに決まってますけども、美術っていうものが買えるんだよというのは、まあ、はっきりとこう示せるというのは大事なことじゃないでしょうかね。まあ、美術雑誌、大体その私見る人みたいなことがね、なんか基本にあって、芸術新潮なんか、まあ、どっちかというとね、まあ、それでずっと来て、ってですね、まあ、私の高校の先輩の同窓会なんか行くと、大体その、美術品というのは見るもんで買うもんじゃないみたいなね、そういうもう腐った常識感がね、はびこってますからね。ダメです、美術は買ってこそ美術ですからね、見てるだけではダメですよ。あと売ってこそ、買ったら売れますから。もうかなり偏見に聞こえるかもしれないですけどね、これ多分これヨーロッパとかアメリカでね、こういうこと言ったって誰も不思議に、おい、それは当たり前じゃない、というふうになると思いますよ。だから日本人はちょっと頭をね、ガーッとね、1944年から45年ぐらいすりつぶされちゃってますから、美術って遠くに行っちゃったんですね。それは日本の国体というか、日本人は何者かっていうのを忘れたのと同時に、美術の売買を忘れちまったというのが本当の正体ですからね。まあ、ということで、美術を買ったり売ったりするときは、ぜひ買い取り買い取り部分までお願いいたします。中華道ですね、この QR コードで LINE 査定で、電話番号でフリーダイヤルで申し込みいただきます。よろしくお願いします。